そうですね。あ、もう、わかります、私。あのジャージどうしたんだろう。皆さん、こんにちは。福島県の聖火リレーを務めさせていただきます。菊池桃子です。日本をつなげ、聖なる日。空見せ、癒し。いやいやいや、歌ってないでしょ。どうか、あっての。足取り重いな。どしどし。あれ来ないでしょ。帰ってくるの大丈夫。帰ってくるの。行っちゃったんだ。いや、帰ってくる。ありがとう。菊池桃子さんだったか。なんかここにピップの履歴板が。菊池桃子さん。菊池桃子さんやっぱりそうじゃん。ああ。見ちゃいけなかった。見ちゃいけなかった。僕あれだと思ったんですよ。フィギュアの方だと思ったんですよ。フィギュアの方で聖火ランナーされた。方の生まれだと思ったんですよ。違う、菊池桃子さん。菊池桃子さん。菊池桃子。セイイエス。そんな古いジャージでしたっけ。そうなんですよ。いつの時代の。バルセロナオリンピックの時とかのやつじゃないですか。それはこのために購入されたんですか。あ、これは、20年前にプライベート。物持ちいいな。すごい。すごいな。それは何の、それは代表のジャージなんですか。あの、70年代のあの東京オリンピックの時のマジで言ってるんですか。レプリカみたいな。へー、すげえ。マジで見たことないもん。そうですね。すごい。せいやっぱりやっぱりそのね、紙で作りますか、せいかも。紙紙って紙、厚紙。紙かどうか、紙。Say yes! やっぱりちょっとサイズ感がおかしい。 Say yes! チャンネル登録しないとやばいで、ね。